私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。